はい、ハロー YouTube ということで、皆さんどうお過ごしでしょうか。今日ちょっと面白い記事というか YouTube 見てまして、ホリエモン、堀江貴文さん VS ユタボンということで、まあ、何を争うわけじゃないんですけど、学校行く意味ねえよっていう堀江さんの主張と、ユタボンが学校は楽しいから行きたいんだっていうね、この論争じゃないんですけど、堀江さんのYouTube 動画に対してのアンサー動画というか感じで、ユタボンがコメントしてたと、まあ別に些細なね、ことだと思うんですけど、堀江さんはおそらくもうこのね、テクノロジーが進んだ令和6年っていう時にまだ未だに学校、わざわざってそっちに行って、残念ながらそのなんていうんですかね、この時代錯誤みたいな教育受けてるのはナンセンスじゃねえかみたいな、もうもはや行く意味ねえでしょみたいな、個人個人が学びたいように学んだらいいんじゃねえか、行かなくていいんだよみたいな感じのことを多分言おうとしたんですよね。生産性的なっていうか合理性みたいなことで言ってたと思うんですけど、っていうユタボンが、あの学びだけじゃなくて、あの楽しいから行きたいっていう人たちもいるから、そんなこと言ったら、そういう言ってる人たちを否定することになるみたいなね、感じのやり取りみたいな感じですね。それ自体はどっちもね、正しいし、まあまあ、その些細なことだとは思うんですけど、ただ、時代の分岐点というか、時代の発展を、表すこととしては、本当に学校行ってもいいし、行かなくてもいいっていう、ことがもう巻き起こっていってるんだろうなって感じですね。巻き起こっていくんだろうなじゃなくて、もう行っちゃってるって感じですね。そのフリースクールっていうんですか、そのいわゆる義務教育的な学校じゃないところに、子供を預けたりっていう人も増えてるし、僕も親だったらそっちの方がいいかなみたいな感じですね。あの義務教育っていうのはちょっとねじ曲がった教育の植え付けみたいなところもあると思ってまして、じゃあその道徳の時間で確かにいいなっていう風な感じの教えもあるけど、今の時代に合ってないんじゃないかなっていう教えもおそらくあるんですよね。それはもういいとか悪いとかじゃなく、時代の変化的にね、昭和平成とかですと追いつけ追い越せとか友情努力勝利とかっていうのが美徳とされてたけど、今この令和の6年っていうのは友情、あの友達100人できるかなとかっていうね、昔の歌あったんですけど、今はねその熱い親友と思えるような、友達が数人いたらいいじゃん、そんなたくさんいてもね、電話番号たくさんあってもその接することないから、そんだってあのいらない人間関係じゃないのかとかね、あったり、努力とかもね、そんな努力するような時代じゃないしね、もう いろんなことが発展していって、今の若い世代、悟り世代っていうのか分かんないですけど、車も欲しいとか思わないし、何やったら彼女彼氏とかも欲しいとかって思わないぐらいのね勢いになっていってる。それもいいとか悪いとかじゃなくて、今そういうもう満たされた時代になってる。友情努力勝利、勝利っていうのも、そのバトルとか、まあ、あのアニメとかね、そういうゲームとかでは楽しいかもしれないけど、勝負事っていうのは一つちょっと憎しみを生みかねないとか、勝利者の裏にはね、負けて、悲しんでる人もいるっていうような世界線だとは思うんですけど、まあ、それもね、まあ、賛否両論あるかもしれないですけど、そんなね、打ち負かして何かを得るっていうのも今後の世界線時代っていうのは、合わなくなっていくと思っております、みたいな感じだねってなって、学校の教育、僕個人ですと、あのいい国作ろう鎌倉幕府っていう、鎌倉幕府が1192年にできたのかな、それでいい国作ろうみたいな、でそれ途中で返還されたんですよね、これ違ってましたみたいな嘘だろみたいな感じでちょっと笑けたんですけど、となると別にヒストリーイコールヒズストーリー、彼のストーリーみたいな、あの作られた歴史みたいなのあるんですよね、いろいろ。京都に住んでますけど、ある業者さんが、京都って土あんまり掘っちゃあかんみたいなのがあって、掘るとあの歴史変わっちゃうみたいな、いろんなのが出てくるからってなると、その教えられてる、暗記させられてる、そういう歴史とか教育っていうのはほとんどハリボテみたいな可能性っていうのは大なんですよね、残念ながら、みたいな感じで、
わざわざね、早起きして暗記して暗記して意味不明な、ヒズストーリー、謎の彼の歴史をたどんなくてもいいね、うん、それよりかはもっと本当に目をぐっと開いて真実とは何かっていうのを見ていった方がいいな、イコールあえて義務教育っていう制度っていうのはどうなの、そして学校行く意味ねっていうのも正しいし、楽しくってね、友達と遊びたいとか、そういうコミュニティという意味では行った方がいいしね、みたいな感じで、思いました。ちょっとまとまりがない話かもしれないですけど、自分なりには、まあ、こんな感じかなというふうな感じで解釈しました。ということで、今回はホリエモン VS ユタボンということで、学校行くのか行かないのかみたいなのテーマが面白いなって思って話の方させていただきました。ということで、一旦ゲームから以上です。ありがとうございました。